今山形のお手伝いも少し実は始めました。庄内というところです。ここにですね、面白いイタリアンレストランがあります。アルケッチャーノっていうね、アルケッチャーノっていうイタリアンレストラン、いかにもイタリアっぽい名前でしょ。これどっから来てるかご存知ですか。庄内弁ですよね。なんかうまいもんアルケッチャーノっていうんで、これがアルケッチャーノがアルケッチャーノになったらですね、イタリア人が来た時にイタリア語だと思ったらしいんですが、どこの方言かはわからないって言ってましたね。わかるわけないですよね、イタリア語じゃないんだから。でもアルケッチャーノ、同じようなのってありますよね。あの札幌のサッカーチーム、コンサドーレ。コンサドーレってあれ、スペインから来た選手とかね、ポルトガルから来た選手、ブラジルから来た選手、みんなブラジルの人はスペイン語だと思ったんですね。スペインの人はこれポルトガルだと思ってたんです。あれ何語は知ってますよね。日本語ですよね。ドサンコを逆にしただけですよね。ドサンコを逆にするとコンサドで、コンサドーレなんてつけちゃったらかっこいいわけですよね。アルケッチャーノも一緒。話戻しましょうね。アルケッチャーノに去年の夏の予約をしようと思ったんです。私あの富樫生まれですから、お蕎麦大好きなんで、東京でも蕎麦会やってます。で、12人の仲間と山形に蕎麦合宿に行こう。1泊2日で10食くらい蕎麦食うっていうアホらしい会なんですけどね。誰も褒めてくれません。うちうちで褒めてるんです。よく食ったね今回は。みんな呆れてますけどね。そのグループで山形に行くんだら1食くらいはアルケッチャーノの地元だから食いに行こうやと言って、2月の時点で電話しました。8月に12人で予約取りたいんですけど、8月の何日にって言ったらですね、なんて言われたと思います。いつの8月ですかって言われたんです。いや、いつのっていうか今年の8月なんですけど、申し訳ありません、年内いっぱいでございますって言われました。信じられますか。で、すごいのはここは今年に入ってさらに忙しくなってます。ヨーロッパの三つ星のレストランのシェフがこぞってそこに行ってます。アメリカのワインを作ってるナパバレーっていうところがあるんですけど、ここにはですね、有名なオーベルジュ、料理と、まあ、ちょっとしたその宿泊施設がついてるようなオーベルジュという有名なオーベルジュがいっぱいあるんですけど、そこのシェフたちがこぞって来てます。日本中だけじゃないんです、世界中から来るんです。なぜそこに行くか、行く理由があるからです。行く理由があるから人は時間とエネルギーとお金をかける。人に時間とエネルギーとお金をかける力のことを我々教会ではブランドと呼んでいます。ブランドの力です。これを身につけないと人はあなたには頼まない。だから個人レベルでブランドを身につけるってどういうことかっていうと、あのがつく人になるってことです。あの人にお願いしたい、あの人の会社に頼みたい、あの人に自分の人生を任せるような保険をお願いしたい、あの人がいる地域に行きたい、あの人がいるあの旅館に泊まりたい。これが何よりも強いです。これ以上強いものは世の中にないです。すごいことですよね。そういう仕事をやっている一団と、そういう仕事に気がつかない一団がいます。そういう仕事に気がついている地域社会と気がついていない地域社会がです。今山梨県のお手伝いを始めてちょうど2年半経ちました。みんなで考えてきたことはそのことだけです。自分がお客様にどんなことが提供できるのか、我々がではなくて自分が何ができるのか、このことをずっと考え続けて、タクシー協会の人たちともいろんなところで話し合いしてきました。一人一人の運転手さんと向き合ったこともあります。で、運転手さんにお客さんになってもらって、私が運転席からお客さんである運転手さんにお釣りを渡したことがあります。普通大体お釣りってどういうふうに渡すかっていうと、一番下にお札があって、その上にレシートがあって、その上に小銭があって、これをまとめて後ろにこう渡されますよね。受け取りにくいったらいいしですよね。特に雨の人が荷物持ってるとき嫌ですよね。それをやってみたんです、運転手さん。はい。で、運転手さんもちょっとこう取りにくそうにしてポロポロっとお金落としたりします。どうですか、うん、ちょっと取りにくいですよね。でもこうやって渡してませんか。渡してます。何年間こうやって渡し続けましたか。俺はこの教会に入って22年ずっとそうやってきました。変わりませんか。
そろそろ変わってもいい時期じゃないですか。ということで最初にお札を渡して、大きなお札からいきます。はい、次にじゃあレシートを渡しましょう。このお札とレシートをお財布にしまうのを見たら、小銭を渡しながらありがとうございましたと声かけましょうよ。そう言われたら気持ちよくないですか。で、私が運転手になって後ろの運転手さんにやってみたんです。確かに気分いいですね。やりましょうよ。今だから山梨のタクシーはどんどん変わってます。今までは自分の渡しやすいように渡していた。今はお客さんが取りやすいように渡しています。お客さんが変わったんじゃないです。運転手さんが変わったんです。運転手さんがそうやって渡すと感謝されるんですね。あ、今日はありがとうございました。今まで取りにくそうにしてた人がそれをスッと受け取って、お札が来て、レシートが来て、小銭が来て、ありがとうございましたって言われると、ありがとうございました声がちゃんと返ってきます。人ってありがとうって言われて気分悪く人間いない、なる人間いないんですよね。だから運転手さんがどんどん変わってます。運転手さんが変わると何が起きるか、タクシー協会全体が変わってきます。タクシーっていうのは街にとってみたら観光大使みたいな存在です。外から来た人が一番最初に乗るかもしれない、一番最初に出会うかもしれない、その県その市の最初の人です。彼の場合によってはだからその地域を代表する大使なんです。アンバサダーなんです。その人たちが変わると何が変わるか、地域が変わってきます。地域が変わっていく最初の兆候って何かっていうと、その地元の人から感謝されるような、今商店会とかいろんなところに何とか会何とか会ってあります。商工会議所、それから何とか商店会、そこの会長さんたちが集まって運転手さんに感謝をするっていう日を設けてます。今まで20何年30何年地元のそういう施設の人たちが集まって運転手さんに感謝するっていうことすらやったことがなかったんです。リツカートを毎年やってます。タクシー業界の方たち大事なパートナーですからね、感謝しないわけないですよね。きちんとこれをやり続けている会社のところにお客さんを連れてくるときに運転手さんはみんな気分がいいです。リツカートに行ってくれって言われたら運転手さん喜んじゃうんです。他の手に行ってくれ、わかりました、リツカートに行って、わかりました。この違いは大きいですよ。この違いは大きいですよ。1日や2日じゃないですから、365日かける何年ですから。働きがいにつながってくるかもしれない。そういうほんのちょっとしたことを自分が1日に1つ変えていくと何が起きるかっていうと、1年間で365個の変化を起こすことができる。これを10人がやったら3650の変化を起こすことができる。地域社会に何千人何万人いたら、その人たちが1日1個の変化を起こすだけでものすごい数の変化が起きますよね。そうやって集まった変化のことを力と言います。力とはそうやって生み出すものですよね。本来一人が一気に何千人分を出せるわけがないです。でも3000人が1個の力を出すことは可能ですよね。3000の力、一人で3000の力を出す無理です。でも3000かけることの1、3000かけることの2、3000かけることの3、3000かけることの10、自分がどれだけ変われるかによって結果が全く違ったものなんです。これ年齢関係ないですよ。私のように還暦の人間も、あるいは10代の子も、あるいは30のバリバリの人も、今回この中核にいる野武士集団もやれることは一緒なんです。問題はやるかやらないかだけなんです。やれることはみんな知ってるんです。誰でも知ってるんです。でも学習しちゃったんです。無力感を変わったって、そんなに大切なことできるわけがない。まあこれ皆さんご存知の方もいるかもしれません。私も4年前に市長選挙に出ました。20代30代の投票率ご存知ですよね。 25% です。20代30代 25% です。なぜ来なかったか、私に責任があります。選挙に行く理由を作りきれなかったからです。選挙に行く理由さえあれば人は選挙に行ってもいいです。でも選挙に行く理由がなかった、なんで行かなきゃいかんの。選挙に行く理由を作りきれなかった。これはもう一つは
無力感を学習してしまったのと相乗効果があったんです。どうせ俺の一人くらい何かやったって世の中変わるわけじゃない。1万人の人が一人ずつ変わらなきゃなって思ったら1万の力ですよね。一人の人が1万人の力を出すことはできない。でも1万人いると1万の力を出せる可能性がある。残念ながら2000の力しか引き出せなかったのはやっぱり立候補した人間の責任以外何者でもないですよね。投票に行く理由を作りきれなかった。私は行政ではなくて企業の現場の中でリッツカールトンに来てもらう理由作りをずっとやり続けました。どうしたら他のホテルではなく他のディズニーではなくリッツカールトンに行って時間を過ごそうかと思ってもらえるかどうか、このことを作り出すのに命をかけてきたんですね。で30年かかりましたけれども、リッツカールトン大阪も東京も日本一に、まあ、正確に言うと東京は大阪があるので日本一にありません。今の段階ではやっぱり大阪は日本一です。でも大阪が日本一で東京が日本第二っていう時期を何年か続けました。だから今一番のライバルはリッツカールトン同士です。でもそれはそこにお客様に来てもらいたい、その思いを形にしながら来てもらえる理由を作り続けたからです。なぜリッツに行くんですか？行く理由があるからです。なぜうちのホテルに来てくれないんでしょうね？行く理由がないからです。なぜうちの旅館にお客さん来ないんだろう？こんなに安くしてるのに。値段で勝負をすると値段でしか動かない人が来ます。その人は2回目に来る理由は同じ料金では理由にならない。さらに安くしなきゃいけない。おまけで来る人はおまけだけを楽しむ、そういう人たちの集団でしか来ないですから、次に来た時にはさらにおまけつけなきゃいけない。これが起きてしまいますよね。